チランジアヨナンタチランジアイアナンサは、花アナナス属の植物の一つ。いわゆるエアープランツとして栽培されるもので、即画を生じて、集団を作る。常緑の多年生草本で、茎はなく、即画を多数出して集団になる。葉は30から40枚と数多く、共三角形で A 線等、つまり幅の狭い三角の葉の先端が細長く伸びる。葉の長さは6センチメートル。 幅は5ミリメートルで、外側は鮮やかな赤に染まり、内側、つまり表面は緑で、粗い銀白色の輪片が密生している。幼少は楕円型で、長さが3センチメートルになり、寄り合って、全体としては、卵形の偽輪形になる。花は、水上過剰に3から4個つくが、花形はとても短くて、花は、葉の間から出る。花には、柄がなく、一時方は、 ひはり形から卵型で先端が尖り、真っ赤に染まる。先端に輪片があって、額とほぼ同じ長さになる。花図とは一時方とよく似ているが額より、短く、やはり赤い。花は直立して出る。額片は互いに離れており、長さは1 6ト、mm、ル、ひはり形で先端が尖る。花弁は、絶状の形で先端が外向けに反り、 長さ4センチメートルで墨で色をしている。オしべは花弁から突き出す。果ては円柱型で長さ3センチメートルになる。種小名はラテン語の墨で色に由来する。メキシコからニカラグアの標高線3 0 0ルにかけて分布する。アゾクとしてはティランジアアゾクサブジーナスティランジアとする。種内変異として以下のものがある。なお、スカポーサについては、 ベッシュティスカポザとすることが多くなっている。ただし、園芸用に販売される場合、これが大抵の場合コルビーティーコルビーとされており、本当のコルビーはまず流通していないとのことである。いわゆるエアープランツとして栽培される。その中でも本種は普及しており、また、人気の高いものでもある。佐々木は、最もポピュラーなティランジアの代表種と紹介している。 即画を生じやすいことから、集団の形に育つと迫力があり、また吊り下げて、休憩の集団を作ることもできる。葉の銀色、ツとの赤からピンク、花の紫と時期は、ずれながらではあるが、彩りのコントラストが美しいと、その干渉価値は高く評価されている。また栽培も容易であり、変異も多く、コレクションの対象にもなる。 また特殊な形質の個体には個体名が与えられて流通しているものもあり、園芸品種も一定数がある。赤い色素を持たないものや白花個体も流通している。以下、園芸植物大辞典、P1550 佐々木、P75 園芸植物大辞典、P1550 園芸植物大辞典、P1550 佐々木、p 7九佐々木、p 5承地、 P121 佐々木 P75 ありがとうございます。